ゆらゆき、あらゆ、ミステリちゃん。というわけで、またね、全世界に広まれミステリちゃん、はい、もうなんかね、1万人ぐらい登録しろ、全世界で英語わかるし、なるかな、しかもそして英語英語で言ってないからわからんって言ってみんな解除しろ。この後だって普通に日本語で僕ら紹介するじゃん。そうですね、字幕とか言ってろ。そうだね、みんな字幕で、まあまあいい字幕しなくてまあまあ日本でしか売ってないもんだからそうです。はい、じゃあ、はい、3冊目お願いします。はい、3冊目、僕の3冊目ですね、高橋由紀さんの付け火の村、噂が5人を殺したのかです。はいはい、はい、話題になってたよね、これね。そう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 、ノンフィクションでしょ、これ。ノンフィクションです。で、はい、翻訳名の方ではいくつか多分、カズさんって言ってる翻訳名の方ではいくつかノンフィクション、死に山とかでそう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 、うん、されたと思うんですけど、そうそうそう、やっぱちょっとミステリーちゃんの方でも話題になったノンフィクション、かつそのミステリーの読者には刺さるようなものに関しては紹介したいかなと思いまして、刺さります。これまだ読んでないんですよ。どうですか、これ。あ、ですね、非常に素晴らしかったです。一言で言うと、うん、視点をこう変えるだけで、物語がこうガラッと変わるように、ノンフィクションでもその視点次第によって、うん、あ、こう事件のこう様相が ガラッと変わるというか、うん、新しいその見え方をこう提示することができるんだなというのを、うん、知らしめてくれたものだと思います。実際の事件について取材してるんですか。実際の事件です。で、ですね、この実際の事件な、どういう事件かと言いますと、はい、事件が発生したんですね、2013年の7月です。あ、割と最近なんだね。はい。で、山口県のですね、周南市、はい、菅根三種地区の集落って全然わかんないですよね。周南か。はい。一言で言うと、かなりのこう山奥というか、周防の南で周南ね。そう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 。なんですね。うん、で、この日7月21日に発生した事件なんですけれど、うん、その集落でですね、5人の死者が出てしまう、5人ですね、5人のですね、連続殺人と放火事件が発生しました。大変じゃないですか。はい、でほとんどこの集落って、数えるほどしかもう人口いないんですけれど、はいはい、そこのですね、住んでいる5人の人が、ある人はその放火の中で、うん、巻き込まれてしまい、ある人は、その殺されてしまったという事件が起こりました。あるある、うん、で、犯人はですね、山狩りの末逮捕されます。山狩り、はい。犯人はですね、近所からですね、カラオケの男と言われていた、ですね、名前がこれ出てるんだけれど、どこだっけな、カラオケの男と呼ばれた小見光成というんですね、逮捕されてるんですけれど、で、なんでカラオケの男っていうと、うん、この男はもともとこの集落のための初心者だったんですけれど、出稼ぎというか働きに出ていて、はいはいはい、である事情でですね、帰ってくるんですよ、この集落に。うんうん、で、その集落に帰ってきてしばらく住んでたんですけれど、いつもですね、朝方ですね、大声でカラオケをこう歌っているとか、迷惑だね、ちょっとね、気候が止めだったなみたいなことを言われてた人なんですね。で、まあ、逮捕された後にですね、うん、その小見光成という、男の、家のガラスの窓にはこういう、張り紙がしてあったんですね。つけ火して煙喜ぶ田舎者、うん、はい。で、こういうですね、つけ火して煙喜ぶ田舎者みたいな言葉をこう残してですね、うん、5人の人間を死に痛めしめた事件としてですね、当時はかなりセンセーショナルに扱われて、うん、あ、なんか記憶あるわ。そうそうそう、平成の八つ赤村とも呼ばれているのがあったです。うん、そうか、その事件だ。はい。で、この、高橋由紀さんという方は裁判傍聴録とかですね、非常に有名なノンフィクションライターさんなんですけれど、うん、実際この高橋さんが取材されたのが2017年の1月だったんですね。うんうんうん、で、まあ、あるその週刊誌の、取材として、うん、この集落をですね、集めて、うん、で、もう犯人も逮捕されてるし、あらかたその犯行の過程も分かってるんで、うん、もう正直何も真実出ないだろうと思って、なるほど、その村に思うわけなんですね。うん、ところがですね、聞いていると当時はですね、この、つけ火、この集落で起こった事件というのは、まあ、ここのですね、隣人関係のいざこざみたいなものが、うん、発展して、でどんどんそれが膨れ上がって、保見構成は事件を起こしたんだろうっていうふうなことになってたんですけれど、うんうん、よくよくですね、いろいろなその住人の話を聞いていくうちに、いや、実はもっともっと根深い何かがあったんじゃないかなというふうな形で、この高橋さんが事件の再調査をこう始めるというのが今回の付け火の
の、まあ、概要になってるんですね。なるほど。で読んでいくとですね、はい、一つこれがポイントあるのは、はい、大概こういうノンフィクションセンセーショナル事件のノンフィクションを取っていくと、うん、センセーショナルな事件を起こした当人つまり犯人とかですね生い立ちとかからこう追っていって、うん、それの背景って何かっていう分析とか考察が非常に多いと思うんですけど、うんうん、これは違うんですね。徹底的に高橋さんはですね何をするかというとこの集落の人たちにさながらこう私立探偵の主人公のように徹底的に今現在生きている人たちにこう聞き込みをしながら、うん、その当時このホミ構成というあの住んでっていう犯人が住んでいた村って一体いかなる共同体だったんだろうっていう共同体そのものの形をこうあぶり出していくんですね。それはあの民族学でいうとこの民族史を作るってやつですね。あ、そうですそうです、うん、まさにその通りで、うん、この高橋さん の, あ の, この調査っていうのは、はい、いわゆる人ではなくてその共同体そのものに対して、闇を切り込んでいく、ここが視点の素晴らしさです、ね、そういう出自の人、ね、そう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 、うん、でまあミステリーじゃないんで、うんまあね、この後の展開もあの沸かしてもいいんですけど、うん、ちょっと伏せておきます。であの 伏せて言いたいことがあるんですけれど、うん、途中から読んでいくとですね語りがですねいきなり変わる瞬間があるんですね。でこれ何なんだろうっていうふうに一瞬思ったんですけれど、うんうん、後で読んでみるとあそういうことなのか、高橋さんはこういう調査をされてこういう書き方をしたんだなっていうシーンが出てくるんですね。でそれがこのいわゆるそのタイトルにあるつけ火の村というその村というのが一体何か、うん日本のその奥にあるその共同体っていうのはどういうふうな、うん、あの今形になってるかっていうのを見事にあぶり出したなるほど、いうふうな場面だと思うですね。うん、でこれってあのケークス、あのケークスじゃないノートだ、うん、ノートに、はい、この原稿ってなんか塩漬けにされちゃったらしくて、それをあの一回じゃあちょっと発表場所ないからノートにあげようって言って、うんうん、最初のですね半分ぐらいのところまで再調査これ結構したらしいんですけど単行本化にあたって、うんうん、半分ぐらいのところまで、ノートにあげたんですね。あ、そうなんですね。そうそう、それでものすごい火がついて、あ、そういう実力に関心がいっぱいいるもんね。そう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 、で、書籍化までこぎつけたっていう、実はその過程まで書かれてるんでメタノンフィクションみたいな形態もあって、そこもまた面白いんですよ、ね、なるほどなるほど、それは面白いね。そう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 、うん、だからあのさっき言ったこれを読むとですね、その共同体に切り込むっていうところの面白さももちろんなんですけれど、うん、じゃあそもそも事件と向き合うとか事件を調べていくっていうのは一体何なんだろうっていう、ノンフィクションって何かっていうことを考えさせる一種メタ思考的なところもあるのがこのつけ火の村の面白さなんではないかなと思います。はい、はい、であの出てる版元さんは長文社というところなんですけど、うん、非常にこうやっぱり広いいい広物をしたなと思います。うん、そうだね、はい、で僕もノートの部分であの読める部分だけ最初読んだんですけど、やっぱりつかみが非常にうまいんですね。さっきあの話したその事件の概要をまとめて、うん高橋さんがこう村に行った後の、うん、この証言をこう撮る前にですね村の様子をこう、うん、見えていくんですけど、うんうん、なんかですねすごい怒ってることとか見えてることって別にそんなものすごい異常なことではないんだけれど、うん、読んでいくと読んでいくうちにどん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 自分の中にその不気味さがこう広がっていくような書き方とかもうまいし、まあ、あのだからといってすごいあの煽るような書き方もしない で、うん、で淡々淡々との事実を積み重ねていって新たな視点をこのつけ火の編成の坂村事件に、当て込むという作業をやられているので、うん、非常にこうノンフィクションとしてもあのノンフィクションとして非常に優れているものでございます。 なのでちょっとミステリー読者の方もですねあの、まあ、話題書ではありますけれど、うん、改めてここであのミステリーファンの皆さんにも読んで楽しんでいただけるかなと思いまして、はい紹介させていただきました。日本推理、はい、日本推理作家協会の評論その他賞に上がったりするかな。上がる可能性あると思いますよ、まあ、過去にはね、うん、あるんだよね、事件もので上がったこともあるし、ね、うん、だからまあそのぐらいで面白くその事件について掘り下げることにしてるんだったら十分ね、うんうん、あの候補になりうるよね。ああ、そう、候補になって今の記事よく知らないんだけどさ、うんうん、じゃあもう大変僕も読んでないんですけど、はい、気になってたんで読もうと思います。はい、面白そうですね。ぜひぜひ、はい高橋由紀さん、つけ火の村噂が5人を殺したのかでした。はい、じゃあ私です。最後、私の3冊目。これもねミステリーじゃない。うん、だが、うん、冒険小説ではあるので、うん、紹介せざるを得ない。はいはい、黄金列車。わあ。佐藤脇。まだまだ読めてないんで僕これ。めちゃめちゃ面白い。いや気になる。面白い。
面白くて、この佐藤さんが最後に紹介されてる、覚書のとこで出している、ツバイグの、ロナルド・ツバイグの、ホロコーストと国家の略奪という本まで買って僕は読んだ。出てるの、これ。で、すっごい面白い小説で、どんな話かって、これね、なんていうのかな、帯にね、第二次世界大戦末期、文官の論議と交渉術で、ユダヤ人の財宝を守った男たちがいたってあるわけさ。これだけ見るとさ、ほら、何こういう人権を守る人っぽいじゃん、ちょっとニュアンスが違うんだな、ちょっとニュアンスが違うんですよ。これはね、当時の、その何て言うんですか、ハンガリーの舞台なんですが、ハンガリーにおけるユダヤ人の位置というものを知らないとね、この帯の意味はちょっと分かりにくくなってるんですけど、ハンガリーはね、もともとそのユダヤ人に対して寛大な政策を取ってた時期があったのさ、20世紀の頭に、ね、それはその内戦とかがあって、国力が弱まったためにね、その東の方、そしてロシア圏から追放されたりするユダヤ人の一族を、まあ、受け入れたんですよ、割と。で、ハンガリー語に言葉を直したり、つまりイリッシュ語を捨ててハンガリー語になったり、ユダヤ教ではなくみたいにすれば、つまりハンガリー化すれば、ユダヤの文化を捨てれば、ハンガリー人と同じだけの権利を与えるって言ってたわけ。で、そういうことがあったんだけど、ハンガリーもやっぱりその国内が動揺していくことにより、極右政権を取っちゃうね。そうすると、ユダヤ人の出自を持つ者は、どこまで行ってもユダヤだって言い出すんですよ。つまり、同化してもダメだ。今のさ、日本で、朝鮮とか韓国の国籍を持ってる人がさ、同じような、義務を負わされてるのに、でも一部の権利はもらえなかったりするわけじゃないですか。それと同じように、民族主義がね、台頭してきちゃうんですね。それが、1940年代に入ってからのことなんですけど、そうするとどうなるかっていうと、ユダヤ人 の権利をまずその、止めていくわけ。就職の機会をいろんな自由を奪っていくわけです。で、最後に財産を奪うね。財産を奪えば、もうそこまでもナチスは来てるのさ。で、ナチスがそのハンガリーの極右政権と、まあ、傘下に置いてるわけじゃないんだけど、かなり、影響を及ぼしてて、今にもナチスが来そうな感じの時に、ハンガリー政府に財産を出しさえすれば命は守る的なことを言うんですね、だからユダヤの人たちはもう命はっての問題じゃないですか、だからそのもう半分ぐらい嘘だと思ってるんだよ、みんな多分ね。なんだけど、命がなくなるよりは財産をって思って、本当にもう本当にわずかな財産というか、明日の食料ぐらいのものしか持たない状態になって財産を投げ出すんだけど、にもかかわらずハンガリー政府はそのユダヤの人たちを今度アウシュビッツに送るんですね。完全に詐欺みたいなことをするわけさ。で、そのユダヤの財産がハンガリー政府の中にはものすごく蓄積してたわけ。で、これはハンガリー政府のものなんですよ、ハンガリー政府としてはね。で、それをナチスドイツが取ろうとするからやらないって言ってるわけさ。で、東の方から今度ロシア、ソ連ね、当時ソ連が攻めてくるわけさ。ソ連も取ろうとするから、ソ連にもやらないっていうわけ。じゃあどうするかっていうと、当時のハンガリーの国境を越えて、オーストリアの国境を越えて、どっかに隠そうとするんですよ。つまり、国の財産としてユダヤ人の財産を守ったのね。で、ユダヤ人の人のためにちょっと守ったんじゃないんだ、これが。ここがポイントなんですけど、その国策として、その国外にね、財産を避難するということをハンガリーは当時終戦頃にやってたんです、1944年頃に。で、その中の一つ、まあ、もちろんそれにはユダヤ人の財産だけじゃなくて、ハンガリーがもともと持った財産ね、国の財産が、それも逃がすわけさ、資産とか燃料とかも逃がすわけだ。それで、そういう列車がビュン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 行ってたんだって、西に向かって、オーストリア国境を越えてどんどん行くわけさ。その中の一つに黄金列車と呼ばれてる列車がある、これは何かというと、極秘のうちにユダヤ人から没収した財産だけを積んで、そしてそれに関わった政府の人間とその家族を乗せて、オーストリア国境に向けて逃げていった列車があるという伝説があるんですよ。
伝説というか本当なんだけど、それはどんな伝説化してるかというと、そこまではこの本では触れないのですが、これはね、最後はどうなったかちょっと曖昧だったんですね、うん、でつまりそれユダヤ、何で曖昧になってるかというと、イスラエル政府が成立するじゃないですか、後にね。そうするとユダヤ人のもんだから返せって普通言うじゃない、言ったけどちゃんと返されてない、うん、どこ行ってか曖昧になってるから、でもしかすると、ドイツじゃないところを、もしかしたら連合国とかさ、とかどっかに持ち出されてる可能性はあるんだけど、分かんないわけだ。分かんないから、歴史的にきちんと根拠がはっきりしないものだから、黄金列車という伝説なんだ。ただ、それが運行したっていうのは本当に事実で、この本はね、1944年の12月16日に始まるんですけど、1944年の12月16日っていうのが本当にこの首都の、ハンガリーの首都である、ブダペストを発射するとこなんですね。で、そこから何回さかな、4ヶ月近くをかけてね、そんな距離じゃないんだよ、ドイツの国境まで行くんですよ、その列車は、うん、うろ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 するわけ。なんでうろうろするかっていうと、途中で国がなくなっちゃうわけさ、うん、でなくなっちゃうから、その間国政府の主体がないから、うん、政府の主体がないのに、その文官たちは、その列車を動かしている文官たちは自分の守っている法律があるもんだから、うん、当時あった法律に従って動いていくのね、うん、でその動いていく法律というのだけに従って動いていくんですね。でいろんなやつが来るわけ。例えば野党みたいなやつも来るわけ、うん、野党ってあの政党じゃないよ、うん、あのノブセリの方の野党ね、うん、とか来るわけです。それが来て、うん、よこせとか言ったりするし、あと当然ナチスドイツも来るし、うん、あとあのオーストリアに駐在してるハンガリーの大使みたいなやつが、うん、俺の指揮下に入れとか言ったりするわけだ、うん、ところがいや我々はあのなんだっけ外務省だっけどっちだかな、財務省だかちょっと忘れてたんだけど、その省庁下にいるのでそれ以外の命令受けませんって言い続けてね、でなんか言われするじゃないですか、で言われると、じゃあ書類にしてもらえますかとか言うんですよできちんと指示してくださいって言うんですよ。でね、本当にお役所仕事するの、うん、お役所仕事をして、うん、それはちょっとお役所、うちはの役所なんで何々の指示がないとできませんみたいに言って、それがこの帯に書いてある、うん、この文官の論理と交渉術なんですね。でね、これね、みんなね、その官僚っていうとさ、今の日本もそうなんですけど、官僚仕事っていうとね、そのなんていうのかな、官僚の論理でもってさ、うん、動いていて、結局その国民のためにならないっていうふうに、うん、まあ言う人もいるじゃない。まあ、その通りで官僚は官僚の論理で動いてるから、うん、ところが官僚のどしょっぽねってやつでですね、うん、一切官僚のことしか聞かないんですよこいつら、うんうんうん、主人公たちは、うん、で自分たちが従うべき法律にのみ従うんですね。ここがね面白いところで、うんうん、いい悪いじゃなくて官僚ってそういうもんだからっていう、うん、胸を張って官僚なんですね、うん、でその部分が、うん、公の部分なんですね、うん、でこれ出てくる登場人物のほとんどが、うん、実在の人物なんですよ。これは僕がノンフィクションで読んで分かってるんです。例えばトルディっていうユダヤ資産管理委員会委員長って、これ親玉なんですけど、ユダヤ人の財産没収のトルディっていうのは実在の人物で、本当はね全然ペーペーの役人だったんだけど、右翼が台頭したおかげでね威張ってユダヤ人財産没収で名を成した男なんです、うん、ユダヤ人の財産を没収する以外何にもしてない男なんですよ。でそいつも出てくるちゃんと。で、あとねこのアバルっていうその元前田市長だったんですけど、みんな出てくるんですけど、かなりの人間が実際の人物です、うん、でこの中でエレメル・バログっていう主人公で、これハンガリー国大蔵省、大蔵省の管理で、この黄金列車のその荷物の積み込みとかさ、うん、そういう差配をする役目に出てくる、この男はね、多分モデルはいると思うんだけど、これはね、格の人物だと思うんですよ。で、こいつの内面が書かれるんですね。うん、で小説は1944年のその12月に始まり、16日始まり、こう、列車が運行していって、なかなか動かないんです。途中でさ、機関車が捉えちゃったりして、うん、なんでかっていうと、その機関車が、その、何その番号が登録されてないから手に取られちゃったりするわけで、その番号を振り直してくれませんかみたいな交渉をしたりするのがバログの役目なんですけど、バログのその淡々と仕事をこなせる話と並行しかれては何かというと、その1944年12月16日に至るまでの、日々なんですね。で彼にはユダヤ人の出自を持つ親友がいたんだけど、
それでその親友がそのユダヤのそういうふうな政策の中ではどうなっていくかということも分かると思うんですけど、その、親友や亡き妻っていうのは、この小説がですね、バログが妻を亡くしたのは7月の初めてのことだったと書かれている通り、妻が死んでることは明かされているわけ、どう死んでる、なんで死んだかっていうのは分かんないんだけど、その妻や親友の思い出を語ってるんですよ。でそれがね、バログの内面なんですね。そのバログの内面と、官僚、まあ、かなり有能な官僚ですとしての外面ですね、公のバログと私のバログのこう相反した状態がですね、並行して書かれてるんですね。現実では有能な感じで、過去ではその妻や親友のことを思う男というのが並行して書かれていて、それがドッキングして最後にバログの内面が垣間見えるような状態で終わるんですね。だからその一人の男が、なんだ、役目を遂行しつつ、自分の、心情を隠し通す話でもあり、これはね非常にハードボイル的ですよ。そういう意味ではね、で最後になって彼がどういう心情でもってこの任務を遂行したかっていうのがやっとわかるわけさ。そこで生まれるのはね、そのかっこいいとかいい悪いとかそういう感じはないですね。バーログという人間がものすごいその自分の内面というものをね、見せずにね、この前のことやったのかというその読んでて感動があるわけですね。これはものすごく人間の書き方として面白くて、読んでてですね、感情移入は別にしないんですけど、こう佐藤さんの書き方もそういう書き方はなくて、こう淡々とねそのできたことを書いていって、で間抜けなことをするやつは間抜けに書かれるし、頭がいいやつは頭がよくと書かれるっていう感じの書き方なんで、非常に客観的な描写なんですけど、客観的な描写なのに、最後まで見通すとですね、そこに出てきた人間たちの、表情が浮かんできてですね、大変面白く読めるという、もう、まあ、なんていうんですかね、冒険小説って言いましたけど、冒険小説ってその血湧きに行こうとるだけじゃなくてですね、人間がそういうの自体巻くまで人間たちのね、群像を正しく書くのも冒険小説の一つのあり方だと思うので、何ですか、戦争冒険小説みたいなものがお好きな方は、もしかするとここに本当は現代版の戦争冒険小説の、正解が眠ってるのかもしれないと思うんですね。だからこれをぜひ皆さんに読んでいただきたいなと思います、はい、本当に面白い小説で、読まないと損するよという今年の一つの収穫だと思います、以前ね、角川からスイングしなければ意味がないというのも、そうです、で、はい、まあ、スイングしなければ意味がないっていうのは、はい、若者がさ戦争によって戦争に生かされちゃう話じゃない、ほんで、バカバカしい戦争なんて、なんで俺が命を仲いたくさんなしがないんだ、って話だったわけじゃないですか、これはね、戦争で国がなくなっちゃうんだけど、国がなくなろうとなんだろうと、俺の守るものは国だみたいなね、でそのバカバカさも書いてるわけ、管理がさ、国がないのに国守ってるんだもん、バカバカしいよね、でもそういう生態の生き物だから管理は、ということで官僚の、という側面から見た国という小説でもあると思いますね、間違いなく戦争小説の傑作だと思いますし、僕は大変に面白く見ました、私もこれからですね、ちょっと読み逃してしまっていたので、ぜひノンフィクションもね、読むといいよ、ここに刊末で佐藤さんが、佐藤さんに親切には最後に覚え書きでいろいろ背景のこと書いてくださってるんで、最後に読んでもいいんだけど、すごい背景読んだから読んだ方が頭入るっていう人は、覚え書きを先に読んでから読んでも、カンニングしたつもりで読んでもいいと思います。それでも全然、僕はない状態で最初読んで、覚え書き後で読みましたけど、分かんないからノンフィクションと読んだんですけど、ぜひ読んでください、とても面白いです、というわけで、3冊ずつ紹介いたしましたが、じゃあこの後の予定などを言っていただいてから最後またご紹介します。そうですね。11月25日に、早川ミステリーマガジンが最新号発売になりますが、今回はですね、毎年、早ミスと呼ばれている他のランキングより早い。早ミスと呼ばれてるんだ。っていうふうに言われてるようなイメージだった、認識だったんだけれど、ミステリーが読みたいの2020年版が、発表されます、で毎年ですね、私総括、海外ミステリーの方の総括原稿の方を、三橋明さんと書いてたんですけど、三橋さん4ページ、今まで若林2ページな感じだったんですけど、今回ちょっと私がメインの4ページのところに書かせていただいたんで、まあ、ちょっと今までは署名を挙げてこういうのがあったよねっていう、こう雑感ぐらいな感じで今まで僕らとかも書いてたんですけど、もうちょっとなんかもう少し
海の向こうの作家たちが今何考えてるんだろうとか、なんかそういうところをもうちょっと考えながら今回総括書いてみたので、ぜひあの2020年というか2019年 の, そのミステリー海外ミステリーのシーンってどうだったのかっていうことをちょっとそれを読みいただいて、振り返っていただければと思いますので、ぜひ、お読みください。はい、はい、僕は予定とかあんまないまた古本屋に行くとか、明日古本屋には行かないぞみたいなことを毎回つぶやいておきながら、あれなんだ、何々書店の前にいるぞっていう何あれは何かツッコミ待ちですか、やっぱり。いや、なんか違うよ、あの気が付いたら古本屋の前にいるというなんかね、12月になるとね、あの青春18切符がまた発行されるんで、まあ、それを使ってどこか行こうかなという、はい、なんか12月はもっと大事なことをしなきゃいけない。ああ、そうですね。そうだよ、そうだよ。あのですね、そうだよ。あのですね、あの、今年の6月にね、ね、ほら、上半期思うべきミステリー、ベスト、はい、ベストじゃないけど、やったじゃないですか。はいはい、あれのね、年末版やりたい、はい、まあ、というか逆に言うといつもやってたブッカホリック認定、うん、国内ミステリーベスト10、はい、翻訳ミステリーベスト10のやつをね、はい、去年はこまごまの青いカバさんでやったんですけど、はい、今年はね、1日にまとめて、やろうと思うんですね、はい、で、1日にまとめて、まあ、合計3時間ぐらい休憩も挟みながら、はい、国内海外合わせて3時間ぐらいでやろうかと思ってます。で、場所がね、なんとここなんですね。うん、この場所は、まあ、まあ、都内某所です。お申し込みいただいた方にご連絡するんですけど、都内某所でもって、ここね、多分20人ぐらい多分入ると思うんですよね。うん、だそこでね、国内版は仙貝さんと若林さんと私、うんうん、で、海外版は翻訳マン1号川出さんと翻訳マン2号の私が、うん、まあ、皆さんにこう本をプレゼンしながらですね、はい、やるイベントを12月の8日、はい、8だね、12月 8、うん、8日曜日ですね、はい、12月8日の16時から、はい、都内山手線の某所で某所としか言えない、そんなに秘密しなくていいんですけど、うん、まあまあ、ざっくりと池袋ですよ、ここはそれぐらい行ってもいいだろう、まあまあ別に行ってもいいだろう、池袋で、池袋の駅からちょっと離れたところで12月8日の16時から、16時スタートって言ってるんですけど、で20時には完全撤収しますんで、うん、まあ、大体16時から3時間半ぐらいですかね、皆さんが見ていただくというか付き合っていただくのはぐらいのイベントなので、後でこの動画が上がった後で告知 の URL を出しここに書いておきますんで、というか僕はこれを URL 書き込んでここに入れなきゃいけないな、ね、やりますので、そこに皆さんがご連絡ください。申し訳ないですが、会場費をですね、この回だけいただこうと思ってますので、そのことも書きます。会場費も高くないです。なので、ぜひ皆さんにベスト10の、はい、イベントに来ていただきたいと思っております。はい、12月の手はそのぐらいだな。そうですかね、あとはもう青春18切符と僕は、はい、それは個人的な予定じゃないか。そうですね。そうです。はい。はい。というわけで、じゃあ最後に3冊ずつ紹介して終わりましょう。あ、じゃあ、もうちょっと署名言ってください。はい。私1冊目紹介したのが、出向北見隆さん、角川書店です。はい。2冊目、郷勝弘さん、スワン角川書店です。はい。そして最後3冊目、つけびの村、噂が5人を殺したのか、高橋由紀さん、小文社です。はい。はい、私の1冊目、極上の罠をあなたに、三木明子さん、角川書店。2冊目、カエルの小指、道尾修介さん、講談社、はい、3冊目、はい、黄金列車、佐藤亜紀さん、はい、角川書店でした、はい、というわけで、3冊ずつ11月分、あ、ちょっと10月分じゃないですか。10月分を11月にお送りしました。うんうん、はい、というわけで、また来月はこういう恒例のあれではなく、はい、そのイベントの動画 で、はい、ご覧いただくことになると思います。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。